前回のあらすじ。第2章、海賊ベンソン。そして物語は続いていく。今宵も始めましょうか。どうする？これ多分穴入ったらいけるんじゃない？ちょっと D4 に行かしてみるか。あ、なんだこれ。どう言えばいいんだ？下かな？外れ引いてしまったか。これはどこに繋がってる？この右下のところどうやって行けばいいんだ？あ、変なところ来ちゃったね。ここは？で、これはこうなってると。どう行った？これは？あ、これ行けんじゃね？で、これでこう行けば、あー、なるほど。で、ラックロックゲットと。いうわけだね。さっきどうやって来たっけ？こう、こう、こう、こうだったっけ？まあいいや。とりあえずこれでまずこう行って、で、おそらくまあこれは多分ずっとここに繋がってると思うんだよね。これ、これどこのやつ？ほい。ん？ダメか。あれも多分上から行ってきてって感じなんだろうな。どうにかしなきゃ。あ、間違えた。で、これが、あー、なるほど。あそこに繋がってるか。これ、ジャックじゃなくて、あの、マックスの蹴りで、できねえかな。マックスの蹴りであれを倒すことはできんだろうか。じゃ、それがちょっとわかんないな。じゃ、いや、マックスに行かせよ。マックスに行ってもらって、これ、むしろどこに繋がるのこっちは。関係ないか。あ、でもこれできんじゃん。なるほど。あ、これ、ちょっとしたショートカットになったね。で、まあ、これ、待機。トランシーバディオン。で、まあ、これで待機をさせると。マックス頑張ろうぜ、俺たちの力で。ほい。間違えた。蹴る。で、蹴ったところを、うん。ほい。よし。よし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 。あー、食らっちゃった。食らった。今日食らったね。もうこれで、これでもういけるん、あ、これでもう倒せんじゃん。これでさ、ほい。ほい。よーし。これも道開けたんじゃね？70個目のラックロックゲット。これでよ。で、ジャック呼んで、あ、ちょっと上はいけないのか。ジャック、ちょっと待って、お前、まあ、ちょっとお前もこっち来いよ。ふい。あー、入ってた。入ってしまった。あー、戻っちゃった。どこだっけ、右だっけ、こっちじゃねえか。わけわかんなくなった。どれがショートカットか忘れてしまった。入るべ。あ、でも家なかった今。なんか家あったよね。まあいいや、行こうぜ。やろうとも行こう。お前も行こう。上から行ってみよう。まあ、とりあえずなんか道が開けたっぽいからな。ピロピロ、あんなやろ、ぼったくりやがって。6でもねえよな。あ、繋がってるね。これが、どこに繋がってんだ。とりあえず、じゃあ、これマックス待機だな。お前ら待機。下の方のあれかじゃん。下の方にもなんかあったよね。ここ、あ、こいつか。こいつだ。よし。蹴っ飛ばーす。はい。はい。はい。これで道開けんじゃないか？あ、違うか。これで、あとこれ連れてきた方がいいのかね。行ってみる、一人で。まあ、とりあえず行くだけ行ってみようか。うわ、なんかいるわ。怖えな、これ。襲いかかってくんじゃね？刺されたら痛そう。痛いところじゃないんじゃないの？逃げるべきだ。逃げるべきだ。来る来る。うわ、やばい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 、襲われる襲われる。さあ逃げよう、さあ逃げよう。ベーン。バイバイ、さようなら者ども、獣たちよ。あ、上に来たね。あー、はいはい。じゃあこれ、じゃあちょっとマックスに捉えてもらうか。で、それで、あ、まあいいや、やめとこう。今ジャック連れてこうと思ったけどさ、もしかしたら下手したらダメージ食らうかもしれんから。で、これで、はいはい、よし。みんなばらけてんな。最高ぜ。あ、ラクロ消えないよね。消えないことを祈っていくしかないか。消えてる。マジかよ。マジか、もったいねえな。まあしょうがない、これ諦めでしょ。あ、でもこれでついたんじゃね、おそらく。よし。あー、でも手こずらしてくれやがって。あ、なんか人がいるね。大変だったんですけど、どう責任取って いただけるな、あなたたちは。まあ、とりあえず見てみようぜ、部屋を。なんもなさそうだね。ね、めっちゃ大変だったんだけど、死ぬけどお化け花を倒したのあなたじゃん。すごいでしょ。感動したでしょ。
この後私の方に来ようとして死の池で迷子になっていた私、助けたんだけれどよかった。お家に傘ができる。うちに返さないと。ああ。じゃあ一応助けてくれたんだ。悪いやつじゃないんだ。こいつ生意気な顔してんな。シスコ姉ちゃんの悪口を言うけど、シスコ姉ちゃんは悪い人なのかな。なんかジーナ先生に似てるね、ちょっと。魔女の人はみんな嘘つきだ。悪い人じゃない。悪い人、まあでも悪い人じゃなさだけど、ああ、帰ってった。行っちゃった？一人で行って大丈夫なの？おめえら座ってんじゃねえよ。まあいいよ。はいはい。私の父が町の宝物を盗んだことを思っている。仕方ない。父はやっていないと信じている。父の眠る墓には誰一人を連れてない。可愛がってたカラスだけ、ああ、あいつね。お願いがある。はい。私の代わりに父の墓にこの花を届けてもらいましょう。おいよ。この人のためにも一花出てみるか。なんか変な意味で聞こえるの気のせいか。この花は父が好きだった花。この花を見れば私のことを思い出す。あ、じゃあこれ殴られなくて済むな。本当は私がしなくてはいけないんだけど。うん。ズバルだね。落ち込んでんな。わかったよ。ちょっと行ってみるよ、じゃあ。このスカーフ。なんもない。アイテムが違う。ハンバーで殴ってみるか。それじゃないだろ。ごめんよ。間違いまくってよ。まあ、特に意味はないんだけど。反応知りたかったんだ、俺は。じゃあ、これで行こうぜ。あ、よかった。これで楽ができんな。全部倒したからね。結局、まあ全部倒さないと多分さすがに先に進めなかったかわかんないけど。戻ってきたよ。ちょっと保安官とか行ってみようか。頑張ったからね、結構ね。この曲いいよな。こいつ怪しすぎでしょ。で、これ多分、うわぁ。さあさあ。おぉ、いる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 。よ、感謝しろ、俺たちに。インドの娘が犯人だったでしょ。そういうわけでもないんだけどね。本当のこと言えないから探す。びっくりしてるな。どうしたの？一旦見てくれよ。言ったよ。うん。ダメだな。全然信用してないね。困ったことが起きたら、おいで、君たちが何もしてねえだろ、こいつ。何もしてねえだろ、なしと。あのニート野郎が叫ぶって。どんなんて言ってよ、こいつ。ベーン、ベーン。船乗って帰るか、もう。この島、ほっぽろっと。もう、ほっぽり出してよ。待って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 、話せばかる。指を触らせないよ。まあ、そこで、これなんですよ。ほい。これ、あげるから。シスコのあなた。インドの仲悪くない。シスコも綺麗な優しい娘。分かってくれる？もう偉いね、こいつね。あ、かわいい。え、めっちゃかわいいんだけど。はね、はげるぞ。お前。いいのか、それで。あ、飛んでっちった。なんかあるかな？インディオの墓。なんだこれ。隙間が空いてる。何かあるよ。チームアップかなこれは。よーし。ふっ。力して頑張ろう。何すんの？いや、いいのこんなことやっちゃって。めちゃくちゃ。絶対やっちゃいけないようなことやってるけどな。何これ。何かできた。古ぼけた謎の写真を手に入れた。何それ。見たい見たい見たい。見たい。古い写真。男の人が持ってるものもしかしたら、町の人は知ってるかも。あの人は知ってんじゃね？これ海賊ペンソンじゃないのこの人。で、この人は、シスコの、あれじゃね、お父さんじゃね？多分。町の人、保安官とか知ってっかね？なんか、見せちゃいけない気がする。なんか取られそう。なんか嫌な予感がするな。先にちょ、シスコのお姉さん見せようぜ。はい。まあまあ、ちょっと、あ、殺せいる。何やってんの？綺麗な優しい娘。お前結構いい男。うほ。やべえな。ああ、早速聞いてくる。昔の町の人の男やなら、私は分かる。じゃあこれをさ。あ、そうなんだ。うん、この人あれ。やっぱ親父か。時の神により時を操ることができる。へえ。これやっぱ弾だよね。これペンソン。町に水がなくなってしまうことを信じてもらうために、時を荒らす、操る術を使ったと聞かされていた。
どういうこと？ちょっと待って、もう一回。この人に特技を操る術を使ったと聞かされた。まあよくわかんないな。まあいいや、行こうか。あとじゃあ保安官ぐらいか。保安官。街の人に知ってる人いるのかね。まあ誰かしらいると思うけどね。まあ片っ端から聞いてみるかじゃあ。あ、屋敷も聞いてみようぜ、屋敷。せっかくだから。まあ、この人は何かしら知ってんじゃね。海賊ってことはもしかしたらこれを知ってるかもしれない。どうしたんだい、知ってる？あー、なるほど。若い時クリストラ・ベンソンっていう時を操る人間であった。特に何もない。話の進展が特にないっぽいな。むしろこうやってなんか情報を集めていけばなんか話が繋がっていくんじゃね、もしかしたら。まあ一人一人聞いててもいいかもな。もうとりあえずまあ主要な人物にザクッと聞いて。あのじいさんとか怪しいけどね。なんかいろいろしてそうだけど。むしろこの歴史、この街に、お前なら知ってんだから。困ったことあるんですよね、まさにね。おい。古い写真、知ってる？親父さんと。これは？うん。ベンソン。全然読めたないの、こいつなの。この人も知らねえだろ、多分。絶対知らないよね。なんざますか、この写真。いい男。ああ、全然知らないね。どんだけ、なんでいい男ばっかり。お前ら多分それだっか。多分あの子供知らねえだろ、きっと。あとじゃあ知ってそうなのはこいつとかは？お、なんか知ってそうだね。この人はなんか知ってそうな気がする。どうだこの写真は。お、来てるぞ。なんかちょっといい反応してるね。インディオじゃないか。ああ、捕まるとそうじゃん。この宝石の世界で4つ見つけると財宝手に入るらしい。だからそれ盗んだと言われてるのか。この人はね、盗んだって言われてるのか。そんだけ？マジで。他いるか。まあ、ここはちょっと街の入り口に。話の進展がなんかあれだな。あ、みんな知ってる？みんな知ってるけどさ。山賊の頭。空見たんだけど。全員に聞いてみるしかないか。この人は。なんでこんななっちゃったんだろうね。うん。めっちゃ悪い人にされてるよな。まんまと盗んだ。絶対なんか裏があるんだね。タイムマシンでも作るんだ。タイムマシン。騙された。騙されたと人は言うが、一体これはどうなってるのか。まあ、だんだん 全貌が見えてきたような気もしなくもないような。これ見てよ、これを。お！来た！なんか来たと怖い。誰も見てはいけないよ。町の人ら一緒に死んじゃないかもしれないが、本当に言っては時を忘れることができた。お、この人やばい、知ってるぞ。今でもその時使われてたタイムベアが街中ある鍵に変わった。ああ、そこね。時を操るにはどうやったらいいのかは知らないけど、インディアンが書いたメモはここに残っている。ないないない。屋敷の鍵はその家の奥さんが持ってる。マジで？なんでこれ？はあ。秒針がないね。これ持ってた方がいいんじゃね？置いていいのこれ。よくわかんねえな。じゃあその屋敷行こうぜ。
とりあえず屋敷に行こう。てるてってん、てってってん、てってってん。おい、お邪魔しまーす。あ、いない。いないぞ。怪しい。なにこれ。穴が開いて、危ないね。おー、それ心配だな。気をつけてよ、ちょっと。なにこれ。あ、これハンマーでぶったらけんじゃね。なんかいっぱいあるね。穴を隠すのはちょうどいい。なんだろうこれ。近くに寄らないとわからないな。近くに寄らないと窓じゃね。見るからにもそのチームワークか。運ぶのかな。ここから窓じゃない。ねえ、何だろう、こんなとこで。部屋掃除で、あー、はいはい。何、何をすればいいの、私たちは。頑張っておくれよ。やるなんて言ってないけどね。2つの窓を拭く、穴を板で塞ぐ、テーブルを左にくっつける。窓を拭く。なんとかなるぞ、どんだけ言ってよ。釘のついた板で塞いでほしい。釘持ってくる。あー、はいはいはい。OKOKOK。挟まるのに気をつけて。うん。じゃあまずこれは、これで。これを、まあ、ぶったらくね。あれ？おかしいな。あ、先に持ってくのか。なるほど。だつまりこういうことか。てんてんてん。先に持ち運んでから行くってことだね。よし。ドラ。おー、持ち上げた。はいはい。これで、これでオッケー。とりあえず塞がれたよね。いいのかなこれ。おい、あれ、いけね。あ、いった。よしよし。で次はこれをまあ持ってくればいいんだ、左の方に。おい、いきますよ。こんなめっちゃ大変なことさせておいて、こいつは何を考えてんだ。オラオラオラってこれ相当重そうだなこれな。これ挟まれんじゃね。これゲームオーバーなんのか、なんのか、このまま。このまま。お、あ、途中まで。いや、バレてんだ。わかってんな。はい。はい、次。はい、次。めっちゃこき使ってるようなかったかな。はい。はい。こんなよくやるようなかったかな。これ引っ張るのが大変だろ、絶対ね。押すのはまだ、まだ楽かもしんねえけど。絶対これ手抜きするやついるよな、こんな。綱引きとかさ。綱引きとかだってもうやってるふりしかしねえもんだって。絶対そうでしょ。まともにやるわけやねえから。ああいうのとかよ。待ちに待ってる。これもあれだろ。おいー。はい、乗りました。たぶん。なくなった。すっげえな、これ。全部これなの、これ。すげえ。こうやってできんだ。すげえ。おー、綺麗になってる、綺麗。ちゃ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 。めっちゃすげえな、これ。綺麗になった。なってるなってるなってる。すごいね。まあ、4隅汚れてんだ、ちょっと。はい、満足したな。ちょっと満足したか。おつぶあれだね、よくなったね。おいで、こうすればいいか。引っかかってんじゃん、おめえらふざけやがって。いくよ。さあ、またこれやるか。じゃあこの作業、手抜きモード、手抜きだろ完全に。もう1個だけでしょうぜ。これ2つだけやったらどうなの。お、ダメ。これさ、もしかしたらまたやり直しとかないよね。大丈夫か。あ、でもちょっとなんか明るくなる。あ、ちょっと明るくなってない、なってるような気もしなくもない。なんてこった。なんてこった。の急に言われたんだけど、なんかどうしたの。まだだよ、まだまだ。なんでこんなこき使われなきゃいけないの、ひどくね。え、なんでこんなさ、俺たちはさ、え、なんでさ、ボランティアでさ、こんなめっちゃボロクソにやる、ボロクソにやらなきゃいけないの。めっちゃすまな、部屋綺麗になってんだ。パンパンパン。こいつ。お前助かったよ。隣の屋敷は見たのかい。見たい見たい。影なら船の模型の下の見たのか。持ってきな。もう勝手に持ってけばいいんだよ。勝手にさ、海賊のように強奪すればよかった。
満足げな顔しやがって。なんだよ、このなんか、この今の決めポーズは言ってよ。傷つけまぶしい。いいことだよ。俺たちのこのアートだな。びくともしない。でもこれ割れんじゃね、これ。そのうち鬼神でさ、こうやってドスンドスンドスンとかさ、ジャックとかこうやってなんかさ、マックスとか乗せてさ、こうやってジャンプとかやったら、絶対こんなんやったら絶対さ、絶対穴開くだろ、これ。危ねえよ、これは。なかなかいいね。部屋の模様替えもいいもんだ。まあいいかもしんないね。あ、ありがとう。あ、これ欲しいもん、そして。82個目、これ何個あったんだ、一体。模型だ。解読すんのこれ。ここ？おお、あ、こ、あ、そういうことか。ほい。かいみっけ。じゃあもらってくね。よ、あれ戻そうぜ。船を戻そうぜ。対面に入るぞ。ワクワクしてきたな。ちょっぴり欲しいな。これをさ、ちゃんとさ、ライサンダー号。おー、かっけえな。あ、なに、戻さないの？別にいいけどさ。戻さないんだったらそれでいいけどよ。おい。やろうと、行きますわよ。さあさあさあ。まだ寝てんのか、あの犬は。どんだけ寝ても早く鍵、開けるよ。よし。外れた。ついにこの謎が。やべえ。旅はどこにあるんだろう。やばいね。来てますよ。あ、ちょっと待って、待て。おー、怖い。行くよ。探索。屋敷探索だよ、もう。部屋が4つあるね。ちょっと待って、ダッシュで行きたい。うい。意味なかったな。柱時計。これ動かすんじゃね？あ、ちょっと待って。他になんか。あれ？入れない？入れない感じもさせて。おらっと。危ねえな。入れないね。じゃ、これあれか。ジャック何してんの？どっちだっけ？クジャンか。あ。こういうこと？あ。やべえ。出てくるんじゃない。うわぁ、なんか出てきた。タンパも成功した。ほら、ミラに来たの。あ、ちょっと待って、ベンソンか、こいつ。水がなくなっている。やばくないか、これ。え、ちょっと待って、これ、どうすればいいかと思う。え、街に出るべきだと思う。ちょ、待ってくれよ。ちょ、行くか、ちょっと。しょうがねえ。え、どうなってる？ベンソン、ベンソンどこ行った？ベンソンどこ行ったの？インディオの方行った？ちょっと待って。なんか、知ってる？え、なんか、ねえねえ。あ、どうも知らねえな。あっち行った。保安か知らねえか。これめちゃくちゃ気になるんだけど。いないね。あっちよ。いないな。墓とかどうなんだろうね。もうでも先に行くべきなの。よし、マナジョ聞いてみよう。屋敷を見ると音を得るので辛くていけない。うん、音いたけどね。ついさっき出てきましたけど。どういうことなの一体。じゃあちょっと真相を確かめに行くとしましょうか。何があるのかな、この中には。いや、めっちゃいろんなものがある、これ。うん、これあれじゃね。ダメか、落ちちゃった。針が落ちた。これどれが使えたこと。あー、ダメだ。溶け壊れてんね。これは？
反応しないもんな。戻してるし。ダメだ。これ調べたっけ？ちょっといじれば、ちょっといじればいいや。何も起こらない。なんかこっち動き早くねえか。気のせいか。勝手に戻った。まあ、周りないね。ダメじゃん。これは？紫。怪しいね。はあ、これじゃないか？お、じゃあね、タイムアップしたのこれ。なんだこれは一体。次回に続く。